はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をご紹介しています。普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてもこの動画の説明欄に再生リストへのリンクが貼ってありますのでよろしければそちらからご覧ください。で今日ご紹介する本はこちらの「自衛隊防災ブック」と。 いうタイトルの本になります。でこ,の内容えー、この本はですね、えー、もうタイトルの通りなんですけれども、自衛隊が防災のための、えーまあ、ライフハックを紹介しているという本になります。でテレビでも紹介されたということで、えーまあ、売れた本になっているそうです、ね。Amazon でのランキングも書籍総合一位と、2018年9月ですけれども、えー、書いてあります。でえーとまあ、一時期ですね、そのまあ、震災とか、えー、に際して、まあ、自分が全然備えができてないなという うふうにに思ったた購入した本ですです中身はですねえー、と100個ぐらいですかねちょうど100個ですね「ライフハック」っていうのが書いてありまして、えー、まあ、例えば外で、えー、まあ、被災した時にどういうことをすればいいのかとか日常生活の中で使えるものはどういうものがあるのか日頃からの備え やったりとかまたあのキャンプの時にこういうことができるんじゃないかということが書いてありますで基本的なところで言うと自宅の周りの避難場所を知っておくとか、えー、まあ睡眠中だったらドアを開けて体を確保するとかまあそういったところですねでまぁ、あ、自衛隊員はお風呂の水を空にをしないとかあとは車のガソリンを半分以下にはしないとかですねまぁ、あ、そういった あなるほどっていうようよな話もありましたでいくつか点をつけてあるのでそこをご紹介すると例えばペットボトルですね1.5リットルとか2リットルぐらいのペットボトルだと実は海で、えー、溺れた時遭難した時に浮き輪として使えますよっていう話、まあ、これはへえと思って読ませてもらいましたあとはブルーシートと新聞紙で、えー、なんていうのかな納豆を作るみたいな感じで自分がその中に入って、えー、寝袋にするっていう方法とか新聞紙を巻き替わりに使う時はただ新聞紙をくべるのではなくて 丸めて棒状に細長く丸めると長持ちますということであったりとかこれ結構キャンプとかでも使えると思いましたとかまあ公衆電話から緊急通報をする方法えあとは上空から見つけてもらいやすくするには横に寝そべって鏡の反射でサインを送りましょうとか。 あとは上空から見つけてもらうときに、えー、三角形に、えー、焚き火とか発煙筒を置くと SOS サインですよとか、まあ、モール信号とかいろいろありましたけれども何ていうのかななかなかこう普段ボ、えー、ぼーっとしてると見落とされがちなティップスだと思うんですけれども、まあ、こういった形でまとまっているとたまにパラパラって読んどくとああそういう、えーま、例えば業界標準があるのかとか、えーまあ、サインがあるのかということなかなかわからないんですけど あのこの本で学ぶことができました。はい、あのー、まあ、日本はですね、結構あの震災も多い国、自然災害の多い国だと思いますので、あの家に一冊持っておいて生まれてもいいんじゃないかなというふうに思いました。また家族で見てみるのもあのそのリテラシーを高めるという意味でもいいのかなというふうに思いました。はい、今日は以上になります。えー、まあ、面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それでは。